千秋さん、ガチの眼瞼下垂で手術検討しているんですか？傷跡が怖いです。どれくらいで目立たなくなりましたか？結構ずっとあるなーっていう感じですね。ガチの眼瞼下垂で手術したけど、今でもしっかり残ってる。でもなんかちょっとこう画面上だとわかんないけど、こうやってるからかな。なんか二重の食い込みがすごい。これ、まぶたのたるみとかも今はあるけど、それ以前、てかなんか目尻にシワって気になってきた。いいちゃん、美容整形ちゃん、ヒアロン酸、どこを、溶解したんですか？その動画出しますか？今、掘られてますか？すごいよくわかってらっしゃる。ヒアロン酸を溶解注射したんですけど、ここら辺はちょっと入ってるんですけど、ここ前、しのぶ皮膚科で入れたここら辺のヒアロン酸を溶かしました。全部溶けたかって言ったらちょっとわかんないけど、ここら辺、ちょっと大きいやつを溶かして、で、あと、美容区気分に若干入ってるやつがあって、それは溶かしてないです。で、その動画は特に出す予定がないんですけど、ショートムービーみたいな感じ、わかりますか？ YouTube。あれでも、あと、溶解してる様子を出そうかなっていう感じです。あんまりだから、動画として説明みたいなのはないです。で、今、頬荒れてる。すごく。この画面越しで見えるの、さすが。ピピちゃん、鼻の縮小と鼻腺形成しようとしてますが、めちゃくちゃ怖い。そう。やったことないと怖いですよね。整形をしたことない人とかって怖いと思うけど、実際ね、全然怖くないです。とか言っても、まあ、怖いもん怖いですよね。寝てる間に終わるって感じなので、大丈夫です。ただ、オープン法とかの手術の動画とか見ちゃうと、ちょっとグロいなって思うかもしれないけど、なんか難しい手術ではないと思うんですよね。だから、寝てれば終わるので頑張ってください。あたりさん、3日前に初めてリフトしてきました VOV リフトです。術後は少しだけ比率期間ありましたが、翌日から全く比率期も痛みもありません。皆様1週間ほどダウンタイムというか痛みがあるというのに、痛みがなさすぎて逆に心配なんです。あまり引っ張ってくれなかったということですかね。でも変化感じてるんだったら別にと思います。私も VOV リフト1回だけやったことあるんですけど、でも引きつりとか普通にあった気がする。中の肉をえぐられて上に引っ張られてるみたいな、そんな感じはあった気がするけど、でもちゃんと変化感じられてるんだったら、もう逆に上手い先生に大成功してもらったということでいいんじゃないでしょうか。マイさん、昨年の6月に人中短縮をしたのですが、未だにストローを使おうと思うと、傷口が開きそう、頭当たりしそうで使えません。人中短縮すると、そういう風になる人が多いって聞きます。上唇も縮小した分引き上がって、それはね、もう仕方ない気がするな、乾燥に関しても。美容整形ちゃんも唇乾燥するとおっしゃってましたが、おすすめのリップクリームは、安いのだったらモアリップ、ドン・キホーテとか薬局に売ってるやつ、あれも無難にいいかなって思っていて、あとジョー・マローンのビタミン E が入ってるリップクリーム、あれ3800円ぐらいしたかな、最近なんか値上がってるかもしれないけど、もしかしたら。あとはシャネルのリップクリーム、あれは4000いくらかな、最近なんかいろんなものが値上がってるからちょっと高いかもしれないんですけど、まあそんなもんかしら。人中短縮おすすめ。人中短縮は結構ここ口周りはもうあんまりいじらない方がいいと思います。唇も乾燥するの嫌だし、動かしづらい、とにかくここら辺神経が多いし、毎日使う、日々1日15時間ぐらい使うし。思ったらさ、昨年末に眉間、目の下、目尻のボトックスしました。目の下ちょっとよくわかんないんですけど、眉間ボトックスはシワができる人はマジ全人類やった方がいいと思う。私も今ちょっとまた戻ってきて出てくるけど、険しい顔ってやっぱちょっと嫌ですよね。他人から見てちょっと不機嫌そうとか、あまりいい印象を持たれないし、ここにはっきりとシワついて、その後に戻そうと思って戻らないから、それってマジで気になるじゃないですか。で、予防のためにもある程度年齢いったりとか、あとパソコンよく見える人とかは打ったらいいかなと思います。AR さん、ナイスパーありがとうございます。スネオくんのトップ画がめっちゃ可愛い。スネオくん大好き。M さんもご質問いいでしょうか。はい。平行二重にしたくて、今、カウンセ巡りしてますが、過去に目頭切開済みで、今は、ミックス型二重です。ミックス型って三重みたいな感じかな。クリニックによって、埋没、目上切開、前切開など、術式がバラバラで迷っています。確かに。同じ内容の相談で言ってるのに、どうしてクリニックによって術式が違うのでしょうか？これはね、先生によってやっぱ言うことが違うのは、普通の病院に行っても同じなのかなと思っていて、お腹が痛いって言っても先生によって出す薬って違ったりすると思うんですけど、もうそのレベルの違いみたいな。あと先生の好みとか得意分野とかもあるのかなと思います。またこういう時、かっこ医師によって術師が違うとき、皆様だったらどのようにしてクリニックを決断しますか？私はその先生の言っていること、それは口がうまいとかじゃなくて、先生が言っている内容に納得するかどうかかな。
例えばあなたは埋没ですよ、目上切開ですよ、全切開ですよっていうのは分かったけど、なぜならっていうことをこっちが納得するまで教えてくれる先生かな。まあそれもそうなんですけど、手術が終わってからもうちゃんと面倒を見てくれる先生がいいかなと思います。なんかあった時に面倒見てくれない先生はちょっと、まあ、美容外科の先生に多いと思うんですけど、そういう先生はちょっとなしかなっていう感じです。でも私だったら平行二重にしたくてカウセ巡りしてるんだったら、まあ、ちょっと目見てないから分かんないんですけど、切開はしないかな。一番最初は埋没して様子を見るかな。なんか一回切っちゃうと私みたいに傷跡が目立ったりとかもするし、する可能性が高いし、あと狭くしたいとなった時に狭くできなかったりとか、年齢重ねた時とかに埋没だったらもう一回やり直したりとか、わりかし糸で留めてるから自然な二重だったりすると思うんですけど、切開ってやっぱどうしてもくっきりとここに線が入ってる上になんかたるみが生じると不自然感っていうのが強くなると思うんですよ。自然に切開してる人もたくさんいるんでですけど、そうじゃない人もたくさんいるから、もし私みたいになってしまった場合はちょっと将来のこと考えてなしか、もしくは最初に埋没して、埋没でよかったら埋没のままでいいと思うし、自分は埋没でちょっとダメだったなっていうんだったら、とりあえず二重はそこで保たれてると思うから、次取れた時とかもっとやり直したいと思った時に切開したらいいかなと思います。なんか一度切ってしまった傷ってなかなか治らないし、この食い込みとかも二重の左右差とかもしあった時とかに治しづらいから埋没がいいかなと思ってます。愛さん、私は5年前に眼瞼下垂手術をしたんですが、だいぶ下がってきたので今回は美容整形として保険適用でやる予定です。いいと思います。最近なんかあの保険適用でやっても結構綺麗な二重にしてくれる先生多いみたいですね。ゆみさん、こんばんは。グラマラスラインは後戻りしやすいと思いますか？どうなんだろうな。後戻りするっていう人もいるし、しないっていう人もいるから人によるのかなと思います。ピちゃん、初めてです。だから怖くてクリニックもどう決めたらいいか分からなくて。あ、それはもう怖いですね。めっちゃ吟味した方がいいと思います。クリニックを決めるときにどうしたらいいかっていうのは、結局人を見る目が養われてる人がいいのかなと思いますね。あやあやさん、美容整形ちゃんをしてから全部の動画見ました。ありがとうございます。いろんな美容クリニックに行かれたと思うんですが、毎月行くクリニックありますか？私は今プラズマシャワー気になってます。プラズマシャワーはニキビとかニキビ跡にいいみたいです。この間私エミリちゃんのクリニックでプラズマシャワーやったんですよ。なんか良かった。ニキビ全部消えるかって言われたらそうじゃないけど、なんか普通に肌の調子が良かったかな。あとこの間加藤クリニック行った時にニキビがあるからプラズマシャワーしたらいいかもねって言われて、やっぱプラズマシャワーなんだって思いました。最近はカトクリかな、毎月行ってるのは。マモベロニカさん、ナイスパありがとうございます。今度糸リフトプラス顔の脂肪吸引しますが、静脈麻酔が本当に怖いです。ほう、それが怖い。怖いと思ってたらマジで怖いだろうな。静脈麻酔かかってる時の様子、私も寝てるから様子はわからないな。寝てるって感じです。点滴が入っていってで、なんかちょっと血管痛みたいにするんですよ、ここら辺で。あ、痛いなみたいな。っていうのがだいたい2秒ぐらい続いて、私は眠る前に眠るって言ってくださいって言うから、眠りますよって言われて、で、先生にお願いします。私を綺麗にしてくださいって、だいたい3回ぐらい唱えてからかな。もう寝ます。ぼーっと。何なんだろう、あれ。でもめっちゃ気持ちいいですよ、静脈麻酔。眠る瞬間最高に気持ちいい。本当に本当に気持ちいいので、私は。静脈麻酔沼です。頑張ってください。でもね、麻酔怖い人はね本当に怖いと思います。じゃあやはり糸とかメッシュは、メッシュは入れない方がいいと思います。あたりさん、糸リフトのついでに鼻にグレベールも入れてきました。初日はプロテーゼを入れたかのようにスッと綺麗な鼻筋でしたが、翌朝起きたらなんかぼやんとしてるというか高さは出てるんですが、前日のような綺麗な鼻筋感は消えました。やっぱり液体だからちょっと流れるってわけじゃないけど、なんか言ってることわかる。最初はギュッと固められてギュッと綺麗な鼻筋が出ると思うけど、液体だからちょっとなんかぼんやりするようなイメージはあります。同じこと2回言って小泉なんとかみたいですみません。鼻筋の通った鼻にする場合はプロテーゼがいいと思います。 M さん、こんばんは。 YouTube ライブ久しぶりに来れました。ありがとうございます。今日も美しいです。先日鼻再手術のラインカウセを受けたのですが、懸念点が一つあって、気臓軟骨推しなところが引っかかってます。気臓軟骨は自分の軟骨より感染リスクが
が高いなど言われたりしてますが、美容整形ちゃんは既存軟骨についてどうお考えですか？抵抗がある理想の鼻になるなら気にしないのと。既存軟骨、確かに私も同じように感染リスクが高いっていうイメージがあって、でも実際やったことがないし、自分が医者じゃないからよくわからないけど、自分の使える軟骨があるんだったらそれでいいんじゃないのって思いますね。耳でもいいし、肋軟骨でもいいし、じゃあそこがなかったら腰の軟骨とかから取ってもいいと思うし、なんで既存軟骨を使うのかっていう感じかな。既存軟骨使った方がいいですよって言われたことない気がする。エリピオサムーサ、ハイドラフェイシャル、ハイドラフェイシャルやってますよ。効果あるなって思いますね。ハイドラは定期的にやってます。ジュンコオッケさん、顔も可愛いけど話し方が分かりやすくてファンになりました。ありがとうございます。顎なしなのでボとかヒアル入れるつもりなので、顎なしだったらヒアルロンさんがいいと思います。ちなみにおばさんです。ボトックス梅干しじゃ、私でもなんかあんまりこれ気にならないんだよね。梅干しじわみたいな。あるからだからなんだって結構思っちゃうかもしれない。まあいつか気になる日が来るのかもしれないけど。まあ、ヒアルロン酸とボトックスどっちもやってあげてもいいかなっていう感じです。あややさん、コメント読んでいただきありがとうございます。私もクリニック選びにとても迷います。プラズマシャワーなど肌治療だけでもか、カウンセリングだけでよくしか。いや、私はもう肌管理とかあったらその場でやっちゃうかな。なんかもういろんなところ試して、例えばプラズマシャワーをやるんだったら、プラズマシャワーをやってる病院4つぐらい。試すんですよ。カウンセリングじゃなくて。この人丁寧だったなとかって、違いがわかるからいいなと思ったところに通うみたいな。美容室と一緒かな。ハイドラとかもそうだし、ピーリングとかもそうだけど、あれ一つとっても本当に施術者の人とか病院によって全然違うから、一回いろんなところで試してみたらいいと思います。のみさん、韓国に行けるようになったら何の施術や手術を行いたいですか？肌管理しまくりたいかな、今のところ。あと、植毛したいかな。でも最近もうなんか韓国じゃなくて日本にちょっとシフトしてきていますね。リリーナーバスさん、抜歯矯正すると頬がこけて、老けて見えるとき、結局フェイスラインは輪郭手術しないと小顔にならないのかなと思ってます。でも、どちらにせよ輪郭手術して小顔になっても、フェイスラインがたるむくし老けるから、結局リフトは必要なのかなと思います。こまごめピペットさん、分切開をしたのですが、まぶたが重くてほぼ一重寄りの奥二重になりました。なので、ムー様が押していらっしゃった。眼瞼下垂、まぶたが重たいんだったら、眼瞼下垂っていうか、脂肪が多かったらだけど、ここ脱脂するとか、あとは眉下切開とか、そっちの方がいいんじゃないかなと思います。こうなってたら、眼瞼下垂ではないと思うんです。眼瞼下垂ってそもそもの目の開く力がないから眼瞼下垂だから、それはなんかちょっと間違えないでほしいかなと思いますね。せっかく手術をするのに、なんかじゃあ私眼瞼下垂とかしたいですって言ってそのままやる先生もいると思うけど、なんかそういうのをちゃんと指摘してくれる先生のところにカウンセリングに行くといいと思います。ちょっとまた話がずれました。まぶたが重い、眉下切開の方がいいと思います。美容整形ちゃんのダウンタイムルーティーンか。なるほど、初めて言われたかも。ダウンタイムルーティーンなんかあるかな。風呂入らないで寝れて最高みたいな、そんな気持ちです。ひなりさん、ムー様、お人柄お顔含め大好きです。ありがとうございます。嬉しい。脱脂をしたのですが骨格もあるのかへこんでしまいました。脱脂するとでもね、へこむ人は多いと思うな。脂肪注入するかヒアランさんベビコラ入れるかどちらがいいでしょうか。私はヒアルロン酸入れてみるかな。ベビコラってへこんでいるところを足すっていうよりかは通常のところをさらに張りを出させるみたいなイメージがあるので、ベビコラっていうかはヒアルロン酸入れた方がいいのかなと思います。ムラハムラすればよかったです。夫じいさん、はじめまして。40代男なのですが、ほうれい線が気になってきました。おすすめの施術ご存知でしたらご教授お願いします。男性か。男性のほうれい線気になってきたって、多分脂肪っていうか皮のたるみみたいなのが大きいと思うから、ここが持ち上がるように糸を入れてあげて、ここにヒアルロン酸を入れるとかかな。私が男の人だったら。でもサーマクールの FLX とかも40代のたるみの人とかは引き締めがあるからいいかなっていう感じで、プラスここにヒアルロン酸足してあげるとかはどうでしょうか。ちょっと持ちが悪いんですけど、エアージェットっていう機械があって、頭にレーザーショットガン打ちまくってこう頭皮からグッと持ち上げるレーザーがあるんですよ。それ結構好きでした。がっつり上がる。ここら辺はこう気持ち上がってもなんかここから上がるものってないから、一回やってみて、あ、これいいなと思いました。こうやっぱ自分で上げるだけでも違うと思うから。皆さん、口角が下がってるのが気になるのですが、ヒアル入れずに口角ボトックスだけでも効果ありますか？やってみてかなって感じかな。なんか、
難しい気がする。どういう上げ方をしたいのかなって私は思うんですよね。口角ボトックスってなんかどちらかというと自然に口角挙上してくれる感じがあると思うけど、ヒアルロン酸って口角挙上してくれるけどなんか上げ方が違うなと思って、どっちかっていうと唇の端がくるっと上になる感じ、なんかどういう理想を持っているのかなっていう、言葉で説明しづらいけど、あとはもうね、一番マジで手っ取り早いのは口角ボトックスとかもいいと思うけど、スマイルラインの練習、マスクの下で笑ってることがめっちゃ大事だと思います。これ結構すぐ口角が上がるみたい。 M サントさん、いつも動画楽しく拝見しております、ありがとうございます。ムン様は手術前に怖くなったり緊張したことはありますか？整形初期の頃はあります。めっちゃ怖かったですね。ヒアルロン酸入れるのももうめっちゃ怖くて、あと鼻の先に麻酔した時マジで痛いし怖いし無理とか思ったし、あと最初に手術した時とかかな、まあ、ちょっと記憶ないけど、心電図の音とかピッピッピッって流れるあの空気がちょっと怖いなと思ってました。手術日までどのようにメンタルを保つか。手術直前に怖いなと思ったことあるけど、その手術日まで、はあ、怖いな怖いなと思って過ごすことはあんまり覚えてないっていう方が正しいのかもしれません。メンタルを保つのは誰かに余裕っしょみたいなこと言われることだと思います。余裕じゃなかったとしても。ハクさん、ムー様のライブ初参加なのですか？とても楽しいです、ありがとうございます。コメントを読んでいただきありがとうございます。質問があります。顔の整形をするにあたってムー様自身の美的感覚、それとも担当医さんの美的感覚、どちらを重要しますか？最近はでもなんかお医者さんに聞いてなるほどって思いながら、まあ、アンチエイジングが多いからかな。若い時は先生よりも私は自分の顔一番見てるし、絶対にこれっていう確信があったからそれを言ってやってたかな。でなんかそれこそ切開リフトとか目尻靭帯移動とか、今はなんか情報いっぱいあるしみんなやってるけど、先生自体もよくわからないみたいな施術とかもあったけど、私は絶対にそれと思ってやってたから、その時は自分の美的感覚っていうかなを重視してやってたけど、最近は私はもう自分ではよくわからないので先生にお任せしている方が多いかな。ニックネコさん、また浦羽村の報告させていただきますね、ありがとうございます。ムン様、下の縮小の手術されてましたが、パートナーの方とか反応とかどうですか？失礼な質問だったらすみません。私も少し気になっていて、新しく関係を持つ方とは下の毛も全くなくて、すぐ丸見え、ちょっと面白いんだけど素直でよろしい。脱いだ瞬間自分で少し長いかもって、面白いんだけど、自分で脱いだ瞬間に私ちょっと小陰唇縮小長いかもとか言ったんですか？それはね、言わなくていい気がします。多分そんなに気にしてない。むしろ毛があってたらそっちの方が言った方がいいけど、まあ、毛がないということは何も言わなくていい気がします。小陰唇縮小してどうだ、どう、綺麗になったんじゃない？綺麗になった、うん、色も綺麗になった気がする。色綺麗になった、うん、だそうです。私はなんか写真撮ってあめっちゃいいじゃんって思う。ビフォーアフターみんなに見せたいもん。見せたいんですよ、私。すごい見せたいけど、バンされるから。ケミオさん、二の腕の脂肪吸引をしたんですが、片側で純粋な脂肪 50cc ずつ取れました。変化は細くなったかなって感じで、あまり変わりませんでした。50ってめっちゃ少ない気がするけど、どうなの？少ないと思うけど、もともと細い方ですが、もっと、あ、それはもう、もともと細い人はなかなか変化を求めるのはやめた方がいいというか難しいかなと思います。皆さん、切らない鼻線形成っていい話聞かないですが、それだけじゃツンとした鼻先、切らないっていうのはつまりどういうこっちゃ、糸ってことかしら。糸は難しいと思います。ミクさん、二重切開をしてから1年ですか、たまにピキッとした違和感があり、わかんないな。でも整形して1年2年3年ぐらいは意外といろんな違和感があるなと思いますね。そこからは違和感はあるけど、だんだんもう慣れてくるみたいな感じかな。違和感なんてね、無視が一番いいですよ。めっちゃ気になるんだったら先生とかに相談したらいいと思うけど、基本違和感は無視してたら終わります。豆ベロニカさん、目つき矯正をして3年前にしたんですが、若干戻ってきた気がします。目尻切開戻ってきたとか聞いたことあるのです。まあそんなもんだと思いますね。馴染んでくるっていうか、若干やっぱやった時が一番いいですよね。なんでもパッチリバッチリ効いてる気がするけど、皮膚の衰えとかもあるし、少し馴染んでくるかなと思います。